やっぱりインターハイだったり、まあ、全中だったり他場カテゴリーの大会が次々に中止になっていって、まあ、何かできないかなと思って、まあ、少しずつ自分なりにやってきたつもり でそれが、まあ、今回もうそういう、まあ、高校生を、うん、なんていうんですかね、応援しようっていう形だったので、まあ、ぜひ僕でよければ参加したいなっていう気持ちで今回臨ませていただきます。ご自身どんな高校生だったとかってちょっと聞いてみます。いや本当に高校時代が一番練習してたんで、本当にもう卓球しかやってなかったですね。なのでもうその大会で優勝することが目標に常にやってきたっていうのが、まあ、今思い浮かぶことですね。まあ、何か本当に少しでも、まあ、技術だったり、まあ、戦い方だったりそういうのを学んでいただいて、まあ、今後に生かしてもらいたいなって思ってます。ガチンコで行かれますか？もちろんです。あ多分みんなそうなんじゃないですかね。僕はガチンコで。 ありがとうございます。はい、お願いします。まあ、緊張というよりも結構楽しみにしたので、はい、まあ、インターハイがなくなった分この大会にぶつけたいと思います。水谷選手とやりたいです。もう憧れですかね。昨日全然寝れなくて、布団に入っても全然寝れなくて、緊張と楽しみっていうのが、はい、ワクワクして、はい、勝つことを目標にしたいんですけど、勝てるか分かんないですけど頑張ります。緊張してます。5点以上取りたいです。多分試合のそのコートに立ったらちょっと緊張するんですけど、今はあんまりなんですけど、頑張ってその1セットは絶対取れるように。加藤選手、はい、自分たちの球と全然球質が違うボールが隣でやってましたもんね。はい、やってたので。で自分はフォアのミート打ちが得意なので、ミート打ちを積極的に打っていて、でバックの表も得意なので1セット攻められたらいいなって思ってます。めっちゃ見えてますね。いや、もう頑張るしかないんで、もう緊張しかしないんですよ、さっきから。父と母にも応援のメッセージをもらいました。お、なんて言うの？頑張って楽しんでおいでって言ってくれました。頑張ろうって思いました。相手に打たれたボールをカウンターします。